スクラム導入講習へようこそ。こんにちは、アジャイル組織開発チーフコーチの吉田です。スクラムをやるならばスクラム A to Z、 最初から最後までスクラムのルールにのっとってやりましょう。意図的にスクラムの一部要素のみを使って独自のアジャイル開発体制を組むことは可能です。ただしその時点ですでにスクラムとは呼べなくなりますので注意しましょう。一方で、あまり意識せずにスクラムの要素をはしょってスクラムを実践しようとすると何かとうまくいきません。なんちゃってスクラムのトラップに陥らないためにはスクラムを正しくやることが大切です。スクラムの全要素を理解してからスクラムの実践に入りましょう。では始めましょう。スクラムの学習に入る前に2つほど準備をお願いしたいと思います。まず、私の Agile 101、アジャイル基礎講座をまだ受講されていない方は先にそちらを受けてください。こちらにオンラインで上げておいてありますのでご参照ください。アジャイルは英語で言う Complex Adaptive Problems、 つまり世の中の複雑かつ流動的な課題に解決を見出していくアプローチの総称です。スクラムはそのアジャイルの実践的フレームワークの一つです。複雑な課題に対応するためにスクラムを使うので、スクラムはそもそもマニュアル通りに実行するタイプのメソッドではありません。スクラムは単なるプロセスメカニズムとして使用すると大して成果も出ずに無駄骨の努力になってしまうのはそのためです。スクラムにその進化を発揮させるためには必ずまずなぜアジャイルから学び、考えるところから始めてください。そうすると次の大事な質問、なぜスクラムを考えることができ、有意義な答えが見つかるとスクラム実践に対して良いスタートが切れるでしょう。次に、スクラムガイドを一旦通読ください。 scrum.org scrum.org よりスクラムマスター等の資格を取得する意向の方は試験が英語ですので、英語版のスクラムガイドを習熟する必要があります。日本語訳版もありますので、そちらを参考にしながら英語版オリジナルのスクラムガイドを通読ください。資格取得予定のない方は日本語版のスクラムガイドを通読するだけで結構です。ご参考までに英語版、日本語版のスクラムガイドで使用されるスクラム用語の A 日対比をこちらにまとめておきますので、今後の参照にご使用ください。スクラムの理論と実践についてお話しします。スクラムは Lightweight Framework、 軽量級フレームワークとスクラムガイドでは表現されていますが、一つ一つのフレームワーク要素が繰り返し検証プロセスを得て吟味されて組み込まれたものですので、要素の一つでもはしょられるともはやスクラムとは呼べなくなる性格のものです。そのためスクラム実践に入る前にその全体と個々要素を総合的に学ぶ必要があります。本スクラム導入講座はスクラムを正しく実践するための前提条件としての理論的学びという位置づけです。もちろん実践あってこその理論です。スクラムの理論はあくまでもフレームワーク、実践を通してスクラムをより良いチームワークに、プロダクト開発に活用して経験を積んでこそ価値があります。実際にこれよりスクラムをチームとして実践する予定があり、本講座がまさしくそのためのご導入研修であれば万端です。一方でまだスクラムを実践する予定がない場合は、ぜひその機会を早々に見つけてください。すでに自身が所属するチームがあり、対象となるプロダクトサービス開発機会が考えられ、かつ組織の体制が可能になる場合は、ぜひチームにスクラムを試みることを提案してみてください。さもなくばスクラムに興味のあるチームを見つけてください。スタートアップの友人にアプローチし、自身がスクラムマスターやコーチの立場で関わることを提案に、そのチームの一つにスクラムを実践することを検討してもらうのも良いでしょう。機会はたくさんあります。準備 OK でしょうか。ではスクラムの理論学んでいきましょう。まずスクラムの定義から。スクラムとは、複雑な問題に対応する適応型のソリューションを通じて人々、チーム、組織が価値を生み出すための軽量級フレームワークである。この定義文にはスクラムの意図が凝縮されています。複雑な問題に対応する適応型のソリューション、そもそもアジャイルをやる理由ですね。人々、チーム、組織、そう、スクラムはコラボレーションありきのフレームワークです。そして価値を生み出すこと、スクラムの目標です。逆に言うと価値を生み出せないことは避ける、こ
このあたりにリンの精神がすでに垣間見えますね。そしてスクラムをフレームワークと捉え、メソッドと呼ばないのは意図的です。メソッドはステップバイステップで実行する性格のものであり、スクラムはそのタイプのツールではありません。さらに軽量級のフレームワークであると称しているところに、機動性とユーザーの自由な使用方法に期待を寄せています。スクラムガイドではさらに、スクラムはシンプルであること、スクラムフレームワークは意図的に不完全なものであり、スクラムの理論を実現するためには必要な部分のみが定義されていると記述しています。スクラムの実践ではスクラム and スクラムと共にというコンセプトがあります。これはスクラムと共に、例えばリンやデザイン思考などスクラム以外のさまざまなプロセスやツールを組み合わせて使うことを積極的に推奨するコンセプトです。スクラムのルールは詳細な指示を提供するものではなく、実践者の関係性や相互作用をガイドするものである。こちらの記述は先ほど述べたスクラムがステップバイステップのメソッドではなく、チームワークのコラボレーションガイドであることの説明ですね。スクラムは経験主義とリーン思考に基づいている。経験主義では知識は経験から生まれ、意思決定は観察に基づく。リーン思考では無駄を省き本質に集中する。経験主義とは一般的にエビデンスベースマネジメント、エビデンスベースマネジメントと呼ばれる、観察やデータからのエビデンス、つまり証拠や根拠に基づいた物事の判断や意思決定をするビジネス習慣を指します。リンはトヨタ生産方式などで日本では馴染み深いコンセプトですので、説明は省きます。簡単に言えばと、スクラムガイドではスクラムとは次のように説明しています。スクラムとは次の環境を促進するためにスクラムマスターを必要とするものである。プロダクトオーナーは複雑な問題に対応するための作業をプロダクトバックログに並べる。スクラムチームはスプリントで選択した価値作業を価値のインクリメントに変える。スクラムチームとステークホルダーは結果を検査して次のスプリントに向けて調整する。繰り返す。簡単にという割には分かりにくいですね。解説しましょう。口述しますが、スクラムチームにはスクラムマスターとプロダクトオーナーという2人のリーダーがつきます。スクラムマスターはチームの開発環境を整え、円滑なチームワークを促進するリーダーです。プロダクトオーナーはチームが何を開発するか命題を持ってくるリーダーです。その開発目標、命題はそもそもアジャイルをやる性質のものですので、ここでは複雑な問題と表現しています。プロダクトバックログとはチームの開発作業予定を共有する、いわゆる看板ボードです。プロダクトオーナーはプロダクトバックログを活用してチームと開発作業を進めます。スクラムでは期間を決めた短期のサイクルで開発を回していきます。このサイクルをスプリントと呼びます。コンセプトはウォーターフォール開発のように、比較的長期の開発期間において最初から最後まで開発するのではなく、スプリントを回してこまめに少しずつ成果を重ねていくやり方です。インクリメントとは直訳では差分で、このこまめに出していく成果のことです。スプリント周期の最後にはスプリントレビューと呼ばれるステークホルダーなどを招いて成果共有会を開催します。スプリントレビューでの参加者からのフィードバックを反映して次のスプリントの準備をして、繰り返していく。これがスクラムのリズムです。スクラムの要素をカテゴライズしてこのようにまとめました。これらを一つずつ深掘りして学んでいきましょう。すでにお話しした通り、スクラムはライトウェイトフレームワークで、スクラムガイドはスクラムの使用最低限の骨子のみを記述しています。実践のスクラムではコラボレーションと経験主義に基づいており、それを反映してスクラム実践者のコミュニティ活動は活発で、実務的な知識や知恵をインターネット上で共有してまいりました。私のこの Scrum A to Z、これもそのコミュニティ活動への貢献の一環です。これから共有する学びはこの Scrum 実践者コミュニティから生成されたものです。
英語がソースの記述を日本語訳しましたが、翻訳がなかなか難しかったものも多くありましたので、適時解説を加えていきたいと思います。最初はスクラムのスピリット、スクラムの3つの柱、そして5つの価値基準です。スクラムのやり方を学ぶ前に、まずスクラムの精神に時間を割くのは意図的です。かなり長い説明になりますが、それは多くのチームがハマってしまうプロセスだけのスクラムの罠に陥らないでほしいためです。どうぞじっくりお付き合いください。ではまずスクラムの柱3要素、透明性、検査、適応を見ていきましょう。スクラムの経験主義の3本柱は透明性、検査、適応です。経験主義 Empiricism、これは事実に基づき、経験に基づき、証拠に基づいて作業することを意味します。進捗は架空の計画ではなく、現実の観測に基づいて仕事を進めていきましょう。複雑な問題に取り組むとき、次の一手はその一つ前のステップに取り掛かっているときにようやく見えてくるものです。この現象は Emergence、実証の創発性と呼びます。透明性 Transparency は創発的 Emergent なプロセスや作業を可視化することを意味します。検査 Inspection、 スクラムの作成物と合意された合理に向けた進捗状況は頻繁かつ熱心に検査されなければなりません。検査は適応を可能にします。適応がなければ検査は無意味とみなされます。スクラムのイベントは変化を促すように設計されています。適応Adaptation。 適応とは検査の結果に基づいて継続的にプロセスや作業を調整する能力のことです。スクラムチームは検査によって新しいことを学んだ瞬間に適応することが期待されています。ここで大事になってくるのがチームの自立ですね。スクラムチームに権限が与えられていないときや自己管理されていないときはチームの適応能力が大幅に低下します。まとめると、何が起きているかみんな見えている状態が透明性、必要に応じてアプローチや方向性をどんどん調整していいですよっていうのが適応、そしてうまく適応するには細やかな検査が必要ですよということです。次にスクラムの価値基準5要素、集中、公開、勇気、確約、尊敬を見ていきましょう。これら5つの価値はどれも人生訓的に当たり前のことばかりで、ついつい読み飛ばしてしまいそうです。スクラムガイドであえて表記しているのは理由があります。深掘りして学んでいきましょう。スクラムの価値基準とフォーカス、集中がないといけない第一の理由は、それはフォーカスの価値を意識しないでスクラムを実践すると、機械的にただ手順を踏んでいるだけのスクラムになってしまう可能性があるためです。スクラムの各要素と集中、フォーカスの価値の関係を詳しく見ていきましょう。まず、少しずつインクリメントを出して積み重ねていくことの重要性。少なくとも毎スプリントの終わりまでに完成したインクリメントを出すことにフォーカスします。スクラムのイベントと作成物。スクラムのイベントと作成物は開発の進捗と新たに出現した情報の検査にフォーカスすることを助けてくれます。スプリントゴール。チームが何をデリバリーするかを明確にするため、スプリントゴールにフォーカスします。プロダクトバックログ。プロダクトバックログは順序付けられたリストであり、次にやらなければいけない最も重要なことにフォーカスすることを助けてくれます。スクラムの各イベントには時間制限がついているのはなぜでしょう。タイムボックス化されたイベントは緊急感を作り、各イベントの目的にフォーカスすることを助けてくれます。経験主義 Empiricism とコラボレーション。フォーカスの価値は経験主義と協力的なチームワークを促進します。スクラムチーム員がお互い協力してプロダクトバックログアイテムを一緒に取り組むと、個別に仕事をするより効果的な場合が多々あります。成果を出していくことの共同責任。マイスプリントで価値のある有用なインクリメントを出していく責任はスクラムチーム全員が負います。この共同責任は個人のパフォーマンスよりも全体的な成果を優先させることにフォーカスさせてくれます。
プロダクトゴール。プロダクトゴールを持つことは、チームに進むべき方向性を明確にし、チームとしての毎日の判断、決定事項に考慮すべき正しい情報にフォーカスさせてくれます。最後の2つは、取捨選択と不確実性に直面したときというチームとして難しい局面に立ったときに、このフォーカスの価値がどう手助けしてくれるかの考え方です。優先事項が競合するとき、集中の価値、フォーカスはチームが今何が最も重要かを決定するのに役立ちます。将来が不確実なとき、行動を先送りにし、分析を続けたくなる傾向があります。フォーカスはチームが不確実性を受け入れ、今現在知っている情報に集中し、小さな一歩を踏み出すのに役立ちます。続けて、公開・オープンさというスクラムの価値について見ていきましょう。作業や課題をオープンにすると、開発の進捗状況の透明性を生み出すのに役立ちます。透明性なき検査と適用の試みは、おのずと欠陥があるので、透明性の確保は重要です。スクラムは、Inspect and Adopt。検査と適用の繰り返しサイクルの活動です。その検査と適用が閉ざされたループだと、果たしてその活動が正しいかどうか、どうやってチェックをすることができるでしょうか。開発をオープンにするのはこのあたりに理由があります。オープンな環境は協力的なチームワークを促進します。それは垣根なくチームメンバーが相互に助けを求めたり提供したりすることを垣根可能にします。自分の仕事だけをやれれば確かに楽ですよね。でもスクラムはコラボレーションのフレームワークです。スクラムを初めてやる方はこの極端なまでにオープンなチームワークのやり方によく戸惑います。でも慣れれば本当に楽しいですよ、スクラムのチームワークは。多彩な意見の出るチームは意思決定が難しそうなイメージがありますが、実はそうでもないです。オープンなコミュニケーションが実現できているチームでは、チームメンバーが自分の視点を共有し、仲間からしっかりと聞く耳を持たれ、理解と共感を得られていると、意見の異なるチーム員もチームの決定を支援できるようになります。自分の意見とチームの決定尊重、この二律背反が実現できるようになります。オープンな取り組みは経験主義を促進します。現在の仮説が有効でないことが判明したとき、オープンにそれが認められれば適用して戦術やアプローチを柔軟に変えることができます。経験主義、エビデンスベースマネジメントですね。人間は元来思い込みで動く性質があり、また時にはプライドが邪魔して仕事上の方向転換がなかなかできないことが多々あります。有史来人類はこれでどれだけ損してきたんでしょうね。みんなオープンにアジャイルをやれれば世の中もっと良くなると思いますが、なかなか大変です。スプリントが最長1ヶ月までに期間が制限されている理由は、開発中に新しい情報が出現した際、必要に応じて開発の方向性を変えることができるオープンさを促進させるためです。スプリントは期間が決まっていて、終わりにスプリントレビューが必ずあるので、仕組み上開発の状況を定期的にオープンにせざるを得ません。結果、検査と適用の機会が比較的短い期間で定期的に訪れます。スプリントゴールはスプリント期間中に変更してはいけないルールです。一方で、スプリントゴールを達成するためのアプローチや作業は、開発者がスプリント中の作業で新たに学んだことに適用してオープンに調整変更することが可能です。スプリントゴールは変えてはいけないけれど、その達成方法はどんどん変えていっていいですよというこの仕組み、なかなか賢いですよね。後ほどスクラムイベントスプリントのところで詳しく見ていきましょう。透明性のあるプロダクトバックログは、ステークホルダーに現在開発を計画していること、および計画していないこと、そして次に予定していることをオープンに共有していることを示します。そうなんです。プロダクトバックログは、実はコミュニケーションツールなんですね。これも後で詳しく見ていきましょう。スプリントレビューでは、ステークホルダーとオープンに進捗を共有し、フィードバックを通してコラボレーションを進める場です。ウォーターフォールでも定例の進捗報告会はあるでしょう。したがって定期的にレビューミーティングがあるだけでは足りません。
レビューミーティングのやり方にも工夫が必要です。このあたりにもスクラムはなかなか賢い仕組みを用意しています。最後にスプリントレトロスペクティブでスプリントは終了します。このレトロは本当に大事なイベントで、スクラムのチームワークがどんどん良くなれるかはレトロにかかっていると言っても過言ではありません。スプリントレトロスペクティブはチーム員間の交流やコミュニケーション、相互作用及びチームワークのプロセスやツールについて互いにオープンにフィードバックし、振り返り、チームの働き方の継続的な改善を図る場です。スクラムの価値基準、次は勇気です。スクラムの、全てのスクラムイベントは検査と適応の機会です。方向修正や方針転換が必要なときは勇気を持って取り組みましょう。何を作るか、What、どうやって作るか、How、それぞれ私たちはその方向性を変えることができます。スプリントのタイムボックスは失敗の影響をスプリントの期間の範囲内に限定します。これにより新しいことを試み、実験し、学ぶ勇気 が与えられます。スクラムは失敗ありきです。多くのアジャイルチームをコーチしてまいりましたが、本格的に正面からリスクを意識して挑戦的に開発に取り組むチームは本当にマイノリティです。それだけ私たちはリスクを回避する傾向が強いです。実験の大きさを一つのスプリント内のサイズに収めれば結果はすぐに分かりますし、仮にうまくいかなくても損失は予測内で限定的です。スクラムのスプリントはリスクマネジメントの仕組みです。ぜひ勇気を持って活用ください。プロダクトオーナーは製品の価値を最大化する責任がありますので、低価値の機能の開発に対してはノーという勇気を示すことができます。口実しますが、プロダクトオーナーには何を作るかの最終権限があります。それは何を作らないかの判断も含まれます。あれも欲しい、これも欲しいという顧客のリクエスト、急ぎでこれもというステークホルダーの指示とも取れるメッセージ、それがプロダクトゴールに対して価値のないもの、低いものだった場合には、ぜひ勇気を持って拒否権を発動しましょう。プレッシャーの中で進捗について透明性を保つには勇気が必要です。作業や予想より時間がかかっている、実験が思ったような結果を出していないなどはなかなか正直に言いづらいですよね。透明性のために勇気を持ってシェアするのがベストです。これも口実しますが、スクラムには開発者の障害物に対する積極的なヘルプの仕組みがあります。スクラムマスターの存在です。ステークホルダーに未完成の作業を見せない勇気が必要です。これはなかなか面白いですね。透明性のために未完成のものでも進捗を報告した方が良さそうな気がしますが、ここでは完成の定義、Definition of Done を優先させます。後ほど説明します。助けを求めたり、何かのやり方がわからないことを認めるには勇気が必要です。口実するデイリースタンドアップで、スクラムマスターはチームに何か障害物がある方、ヘルプが必要な方はいませんか?と聞いたりします。困ったことがあったら、スクラムマスターの促しがなくても、ぜひ勇気を持ってチームメイトにサポートを求めてください。チームへのコミットメントを果たさない人に対してそれを指摘し、責任を果たすように求めることには勇気が必要です。他人に注意するのは誰でも嫌なものですよね。でも、スクラムでは成果に対する全体責任がある以上、チームへのコミットメントを果たさない人に対して注意するのも責任です。勇気を持って会話してください。チームメンバーに異論を唱え、生産的な議論に取り組むには勇気が必要です。チームダイナミクスとは面白いもので、チームの会話の発言量を計測すると、大体いつも多く発言する人が固定化される傾向があります。もしあなたがチームの中で静かな人のくくりの方に入りがちでしたら、ぜひ勇気を出して発言量を増やしていってください。スクラムはフラットです。あなたの意見を他の方たちと同じウェイトを持ちます。顧客が欲しくないものを作ってしまったことに気づいてしまうかもしれません。過程が間違っていたことを認め、方向を変えるには勇気が必要です。これは本当に難しい。開発がだいぶ進んで、今更後戻りできないよと。
とりあえずもうできているからローンチしちゃえとなってしまうかもしれません。いやー頑張ったんだけど売れませんでしたで済ませるか、プロダクトマーケットフィットのズレに気づいた時点で改めて顧客のニーズに即した方向に再度開発をトライするか、本当に勇気が必要です。同様にこれまで作ったことないものを作ろうとすることには、勇気が必要です。これも本当にチャレンジです。特にうまくいくかどうかわからない、失敗するかもしれないことを分かりつつやってみるときはなおさら勇気が必要なものです。ではコミットメントについて見ていきましょう。スクラムの価値基準で求めるコミットメントは仕事を納期までに間に合わせる属性のコミットではありません。経営層はアジャイルを誤解してただのスピードアップ、効率化手段としてチームに実践を求めることがあります。勇気を持ってアジャイルはスクラムはそのためにやるのではありませんよと誤解を解く努力もコミットメントです。不確実性のある、複雑な問題に取り組むためにスクラムをやります。確実に納期を守る確実性のある属性の仕事にはスクラムではない他の仕事の仕方が適しています。私たちはチームの成功にコミットします。チームのというところがポイントですね。私たちはスクラムをスクラムガイドに基づいて完全に忠実に実行することにコミットし、簡単な部分を一部だけ選んで実行することは避けます。一番最初に申し上げた通り、スクラムの一部でもはしょるともはやスクラムではありません。スクラムと呼ぶならばスクラム A to Z、 最初から最後までスクラムガイドにのっとって実践しましょう。繰り返しになりますが、スクラムだけがアジャイルの実践方法ではありません。今回のスクラム学習を通して学んだ様々なプロセス、ツールを選択して自チームの実情に合わせ独自のアジャイルアプローチを作って試してみるのも私もありだと思いますし、サポートします。ただその場合はそのチームワークをスクラムとは呼ばないようにしましょう。それがスクラム実践者へのリスペクトです。スクラムをやりたいならば、スクラムと呼びたいならば、最初から最後までスクラムでいきましょう。私たちは継続的な改善 Continuous Improvement にコミットし、実験や観察を通して得られたデータ Empirical Data、や新たに出現した情報に基づいて調整や方向転換を行う勇気を持ちます。リンの改善精神と経験主義、エビデンスベースマネジメントへのコミットメントですね。プロダクト開発の複雑さ Complexity を全て予測したり制御したりすることはできませんが、フィードバックと学びに基づいた行動を起こし、取り組み方を調整することにコミットできます。検査と適用 Inspect and Adapt へのコミットメントです。私たちは価値 Value を提供することにコミットします。逆に言うと価値のないものは作らないというコミットメントでもあります。これはリンの無駄の排除の精神と一緒です。プロダクトオーナーは全てのステークホルダーに期待に応えることは目標にせず、開発しているプロダクトの価値を最適最大化するための最良の決定を下していくコミットメントを第一にします。スタートアップのファンダーが自らプロダクトオーナー役を担うといったケースもありますが、大抵の場合はプロダクトオーナーは組織の中でミドルマネージャー、中間管理職的な立場から来ることが多いと思います。ミドルマネージャーは職務能力として上長はもちろん、その他にたくさんいるステークホルダーの期待に応えて何かと調整するスキルを持っています。この調整スキルはもちろんスクラムのプロダクトオーナーになってもいきますが、時として障害にもなります。ぜひ意識してください。プロダクトオーナーとしてあなたの役割はステークホルダーをみんなハッピーにすることがありません。最高のプロダクトを作ることが使命です。開発者は完成の定義 Definition of Done を満たしたもののみをインクリメントとすることにコミットし、例えばもうすぐできそうなものでも完成 Done していないものはデリバーしません。一つ前の勇気のところでもステークホルダーに未完成の作業を見せないには勇気が必要ですと述べましたが、同じですね。肝心なのはこの完成の定義 Definition of Done で、これはクオリティコントロール、
作業の品質管理のためであると同時に、不確実性のあるチャレンジだからこそできると、だからこそできるところでは曖昧さを排除して確実性を増す努力をするというアジャイルの知恵でもあります。スクラムマスターはスクラムフレームワークを守ることでコミットメントを示します。スクラムと呼ぶ以上は忠実にスクラムをやりましょう。スクラムマスターはその番人ですね。プロダクトバックログへのコミットメントは透明性のコミットメントです。スプリントバックログへのコミットメントは進捗の透明性のコミットメントです。プロダクトバックログ、スプリントバックログの関係性は後で詳しく学びますが、要は前者がマスターリスト、後者がその一部伐採で直近次にやる優先事項という位置づけです。すべての仕事はこの第1章2つのバックログで管理して、バックログに載っていない仕事はしないというのがバックログの透明性のコミットメントです。デイリースクラムへのコミットメントは開発者同士がお互いへのコミットメントを示せる機会です。デイリースクラムは毎日定時定型で開発者が集まることが義務付けられているスクラムのイベントです。これはスクラムがデイリーで、つまり毎日チームワークすることが前提になっているところから来ています。逆に言うと、毎日チームワークができないのであればスクラム以外のアジャイルアプローチを使うべきでしょう。スプリントレトロスペクティブへのコミットメントはチームとして継続的な改善へのコミットメントです。公開、オープンの価値のところでも述べたことの繰り返しですね。スプリントの最後をしっかりとレトロで締めて、ぜひどんどんチームワークを強化していってください。スクラムの価値基準5つ目、尊敬、リスペクトです。人々が潜在的に機知に富み、クリエイティブで協力して複雑な問題を解決する能力があることを尊重して、私たちは自立型、自己管理型チームに権限を与え、サポートします。人々のモチベーションの拠り所が自主性、オートノミー、熟達、マスタリー、目的、パーパスにあることを尊重すると、人々を引きつけ、個々の相和以上に素晴らしいことができるチームが生まれる環境を作り出すことができます。すべての意見や視点を尊重することは、誰もが聞く耳を持たれ、理解と共感を得られたと感じることができます。そうすると、仮に自分の意見と最終的には異なっても、チーム員全員がチームの決定を支持できるようになります。オープンの価値で述べたことの繰り返しです。自分の意見とチームの決定尊重、この二律背反を実現できるようになります。スクラムチームは、機能横断型、クロスファンクショナルで、各スプリントで価値を生み出すために必要な全てのスキルを備えている。スクラム内部のこの記述はチーム員全員の経験、スキル、アイデアを尊重し、学びと成長を促します。スクラムチームには必要な全てのスキルが備わっている。なかなか挑戦的な記述ですね。これは最初から何でも知っている、できることを前提にしているわけではなく、学びも重要なスキルと捉えて、必要に応じて足りないものはどんどん取り込んで対応していくことをチームに期待していることを表しています。スプリントバックログの所有者は開発者です。開発者がスプリントでどれだけの作業ができるか、その作業をどのように行うかを決定することを尊重します。開発者の自立をサポートする記述です。プロダクトオーナーもスクラムマスターもステークホルダーも開発者に何をどうやるか指示できません。あくまで開発者の自主を尊重します。ちなみにプロダクトバックログの所有者はプロダクトオーナーです。これもプロダクトオーナーの自立へのリスペクトです。完成の定義を満たす製品のインクリメントのみをスプリントレビューでレビューすることで、真の進捗の透明性をもたらします。これはステークホルダーに対する尊重を示しています。すでに2度ほど出ている未完成のものは出さない、見せないの規律ですね。これがなぜステークホルダーに対する尊重かというと、あやふやな情報を共有することは実はステークホルダーのためにならないという考えに基づいています。プロダクトオーナーはステークホルダーからの意見を求め協力し、進捗や目標成果に対し現実的な期待を設定します。これもステークホルダーに対する尊重の一例です。
ステークホルダーマネジメントのちょうど良い塩梅を探るのは、すべてのプロダクトオーナーの普遍的なチャレンジです。後ほど詳しく見ていきましょう。スクラムマスターのフォーカスは、スクラムチームの健康状態とスクラムが効果的に使えているかにあります。スクラムマスターが関係者の学び、ファシリテーションおよびコーチングに特化した役割であることは、チームと人々の成長力に対する期待と尊重を示しています。スクラムマスターは教育者的役割が期待されている技術ですね。スクラムの価値提供に対するフォーカスは、低価値の機能や使用されないかもしれないものに開発費用をかけないことで、組織に対するリスペクトを示しています。スプリントの終わりに使用可能なインクリメントを持つことは、価値を実現するためにさらに投資を強制しないことで組織に対する尊重を示しています。これにより組織は投資決定の柔軟性を持つことができます。最後は組織に対するリスペクトについてです。原文の翻訳はなかなか難しかった部分ですが、要はバリューにフォーカスして無駄なものを作らないのは、組織に投資原資と次の一点に対する柔軟性を残し、組織へのリスペクトを表していますよということです。お待たせしました。ようやくスクラムのやり方の学びにたどり着きました。スクラムチーム内の3つの役割、5つのスクラムイベント、3つのスクラム作成物を学んでいきましょう。スクラムチームは1人のプロダクトオーナー、1人のスクラムマスター、そして開発者で構成されています。スクラムチームは通常10人以下で構成され、サブチームや階層はありません。スクラムチームは機能横断的クロスファンクショナルであり、メンバーは各スプリントで価値を生み出すために必要な全てのスキルを持っています。またスクラムチームは自己管理し、誰が何をいつどのようにするかを外部の影響を受けずにスクラムチーム内で決定します。スクラムチーム全体がマイスプリントで価値のある有用なインクリメントを作成する責任があります。スクラムチームには3つの役割しかありません。プロダクトオーナー、スクラムマスター、そして開発者です。最大で10名までです。これ以上大きくなってしまうとチームワークの効率が落ちます。ちなみにプロダクトオーナーとスクラムマスターはそれぞれ開発者にもなることができます。なお、スクラムチーム内には上下関係はありません。プロダクトオーナー、スクラムマスターはマネージャーでも上司でもありません。全員フラットです。開発者はスクラムチームのメンバーであり、各スプリントで利用可能なインクリメントのあらゆる側面を完成の定義、Definition of Done に従って品質を確保して作成する責任を持ちます。プロダクトオーナーの実現してほしいものを解釈して開発するのが開発者です。プロダクトオーナーはスクラムチームから生み出されるプロダクトの価値を最大することの結果に責任を持ちます。プロダクトオーナーは開発者に実現してほしいプロダクトの開発を委ねますが、出来上がったプロダクトが価値があるものか、そしてその価値を最大化させることに最終責任を持ちます。スクラムマスターはスクラムガイドで定義されたスクラムを確立させることの結果に責任を持ちます。スクラムガイドはスクラムチームと組織においてスクラムの理論とプラスティクスを全員に理解してもらえるよう支援することでその責任を果たします。スクラムマスターの位置づけはこのボートのビジュアルで説明すると分かりやすいですね。ボートはスクラムチームそのもので、それにはプロダクトオーナーと開発者とスクラムマスターが乗っています。ボートを漕ぐ力役は開発者、舵取り役はプロダクトオーナー、そしてスクラムマスターは開発者とプロダクトオーナーにスクラム流のボートの漕ぎ方を必要に応じて指導しファシリテとします。ビジュアルには太鼓のようなものが見えますが、チームがリズムよく開発できるように時には温度を取ります。ちなみにスクラムではこれらの役割がフルタイムである必要性があるか、パートタイムで良いかなどは指定していません。これは意図的です。チームに任せますよということです。スクラムチームになぜこの3つの役割が必要なのでしょうか。もし開発者がいなければ漕ぎ手がいないので、ボートはそもそも港を出られません。
もしプロダクトオーナーがいなければ舵取り役がいないので、ボートは迷走するでしょう。もしスクラムマスターがいなければ、チームに障害が発生した時、いともたやすく座礁するでしょう。この3役が揃ってスクラムチームは完全です。無事ゴールにたどり着ける可能性が高まるでしょう。スクラムガイドでの開発者の定義です。開発者はスクラムチームの一員です。各スプリントにおいて利用可能なインクリメントのあらゆる側面を作成することを確約します。復唱になりますが、スクラムではプロダクトを一気に開発するのではなく、スプリントごとに少しずつ積み上げるようにプロダクトを作っていくイメージです。この少しずつがインクリメントで、何をどれだけ、どういうふうに作るか、これがあらゆる側面の部分ですね。開発者に自律的に決めて作業することが、開発者は自律的に決めて作業することができます。開発者が必要とする特定のスキルは幅広く、作業の領域によって異なります。スクラムチームは機能横断型クロスファンクショナルであり、チームの開発者は様々なスキルを持ち寄ります。ただし、開発者は常に次の結果に責任を持ちます。開発者全員が共同に持つ責任ですね。スプリントの計画、スプリントバックログを作成する。完成の定義を忠実に守ることにより品質を作り込む。スプリントゴールに向けて毎日計画を提供させる。専門家としてお互いに責任を持つ。この4つですね。開発者たちの成長進化の過程のビジュアルです。組織心理学にタクマンモデルというのがあります。チームはフォーム、ストーム、ノーム、パフォームというステージを得て形成されるというモデルです。実際にスクラムでもこのパターンが見られ、スクラムマスターはチームがこのプロセスを効果的に進めるのを助けます。初めて創生されたスクラムチームは、最初はただのグループからスタートし、お互いのことに慣れ、スクラムフレームワークを通じて一緒の働き方を模索します。このフェーズはストーム、混沌とするのが普通で、一時的に生産性が低下します。俗に、J カーブ効果と呼ばれるものですね、呼ばれる現象です。スクラムのプロセスを信じて、この混沌期を乗り越えると、チームはようやくノーム、落ち着きます。これがベースラインで、ここまで来るのに普通は数スプリントかかりますので、忍耐強く頑張りましょう。さて、ここからがいよいよ勝負です。そのまま落ち着いたチームでいるのか、お互い強い信頼関係で結ばれたファミリーのような、チームに成長できるのか、楽しみなところです。最終的にウルフパック、狼の群れとか特殊エリート部隊などと比喩される高パフォーマンスチームにまで上り詰めれれば最高ですね。スクラムガイドでのプロダクトオーナーの定義です。プロダクトオーナーはスクラムチームから生み出されるプロダクトの価値を最大することの価値、ことの結果に責任を持ちます。突き詰めると、プロダクトオーナーのフォーカスはとにかく良いプロダクトを作ること、正確に言うと、とにかく良いプロダクトをスクラムチームに作ってもらうことです。組織、スクラムチーム、個人によってその方法は様々です。プロダクトオーナーとしての行動、振る舞いに特定の決まりはありません。プロダクトの価値を最大化するという目標に向かって、自由なスタイルで取り組みましょう。プロダクトオーナーは効果的なプロダクトバックログ管理にも責任を持ちます。例えば、プロダクトゴールを策定し、明示的に伝える。プロダクトバックログアイテムを作成し、明確に伝える。プロダクトバックログアイテムを並び替える。プロダクトバックログに透明性があり、見える化され、理解されるようにする。プロダクトバックログはプロダクトオーナーのキーツールです。プロダクトオーナーのビジョン、実現したいこと、優先したいこと、すべてプロダクトバックログに常にキャプチャーされていないといけません。プロダクトバックログに全ての情報を集中させることにより、プロダクトオーナーはスクラムチーム内外と透明性を持ってコミュニケーションができます。上記の作業はプロダクトオーナーが行うこともできるが、他の人に委任することもできます。いずれの場合も最終的な責任はプロダクトオーナーが持ちます。
プロダクトバックログの所有者はプロダクトオーナーで、その管理もプロダクトオーナーの責任です。だからといってプロダクトバックログをプロダクトオーナー以外触れないわけでは全くありません。実践として開発者がプロダクトを何をどうやって作るか一番情報を持っていますので、プロダクトバックログのアップデートに積極的に関わってもらうのが普通です。プロダクトオーナーをうまく機能させるには、組織全体でプロダクトオーナーの決定を尊重しなければなりません。これは特にステークホルダーへの強いメッセージです。この後に来るプロダクトオーナーは一人の人間であり、委員会ではありません。と、ステークホルダーが、プロダクトバックログを変更したいときは、プロダクトオーナーは説得する必要があります。この部分においてもプロダクトの何を作るかはプロダクトオーナーの絶対権限であることをスクラムガイドでは強く記述しています。これらの決定はプロダクトバックログの内容や並び順およびスプリントレビューでの検査可能なインクリメントによって見える化されます。再びコミュニケーションの透明性についてですね。プロダクトオーナーは多くのステークホルダーのニーズをプロダクトバックログで表している場合があります。プロダクトオーナーは複数のステークホルダーと対話し、それぞれのニーズを聞き取って何を優先的に開発するか調整を図っているかもしれません。ここに一人の強引なステークホルダーが勝手にプロダクトバックログをいじったらどうなるでしょう。当然他のステークホルダーに影響、他のステークホルダーは影響を受けますよね。こういったこともあるので、組織全体でプロダクトオーナーの決定を尊重しなければなりませんと、なっているわけです。プロダクトオーナーの成長と進化の過程のビジュアルです。プロダクトオーナーが初期スクライブのように消極的な立場でいたり、代理人のようにただ単にステークホルダーからの伝言役にとどまったりすると、スクラムはうまく機能しません。少なくともビジネスレップ、として、顧客やステークホルダーのニーズをしっかりと汲み取って開発者に伝えることができる立場からスタートしましょう。さらにスクラムチームがより自由に開発できるような環境を提供したり、使い道に比較的自由度のある開発予算を確保したりするスポンサーのような立場にプロダクトオーナーがなれると本当素晴らしいですね。最終的にはプロダクトオーナーがミニ CEO あるいは起業家アントレプレナーのように、ステークホルダーから開発の権限を限りなく全て移譲してもらえるような強い立場にまで上り詰められれば理想です。スクラムガイドでのスクラムマスターの定義です。スクラムマスターはスクラムガイドで定義されたスクラムを確立させることの結果に責任を持つ。スクラムマスターはスクラムチームと組織においてスクラムの理論とプラクティスを全員に理解してもらえるよう支援することでその責任を果たす。スクラムマスターはスクラムチームの有効性に責任を持つ。スクラムマスターはスクラムチームがスクラムフレームワーク内で、プラクティスを改善できるようにすることでその責任を果たす。スクラムマスターはスクラムチームとより大きな組織に奉仕する真のリーダーである。スクラムガイド内ではこのリーダーという表現はスクラムマスターのところで1回しか出てきませんが、実践としてはプロダクトオーナーも同様にリーダーと捉えられています。肝心なのはこの奉仕という言葉で、いわゆるマネージャーや指令を出す上役といったリーダーではなく、スクラムマスター、プロダクトオーナーはそれぞれサーバントリーダー、サーバントリーダーと認識されています。スクラムマスターは様々な形でスクラムチーム、プロダクトオーナー、組織を支援します。スクラムマスターは当然チーム内の開発者とプロダクトオーナーを支援しますが、ここで大事なのは組織も支援する役割があることです。スクラムチームへの支援は自己管理型で機能横断型のチームメンバーを構築する。スクラムチームが完成の定義を満たす価値の高いインクリメントの作業に集中できるように支援する。スクラムチームの進捗を妨げる障害物を排除するように働きかける。すべてのスクラムイベントが開催され、ポジティブで生産的であり、タイムボックスの制限が守られるようにすることです。プロダクトオーナーへの支援は、効果的なプロダクトゴールの定義とプロダクトバックログの管理の方法を探すことを支援する。
明確で簡潔なプロダクトバックログアイテムの必要性についてスクラムチームに理解してもらう。複雑な環境での経験的なプロダクト計画の策定を支援する。必要に応じてステークホルダーとのコラボレーションを促進することです。組織への支援は、組織へのスクラムの導入を指導、トレーニング、コーチする。組織においてスクラムの実践方法を計画、助言する。複雑な作業に対する経験的アプローチを社員やステークホルダーに理解、実施してもらう。ステークホルダーとスクラムチーム間の障壁を取り除くことです。スクラムマスターの成長・進化の過程のビジュアルです。初めてのスクラムマスターはスクラムイベントやスクラムの作成物についていくだけでももう本当に大変です。最初は事務員、クラークのように仕事ぶりにスクラムマスター自身ももどかしい思いをすることでしょう。スクラムマスターにだんだん慣れてくるとスクラムチーム員がスクラムのルールをフォローしないことに気づくことが増えてきて指導力を発揮するようになってくるかもしれません。ここで手取り足取り正しい行動を細かく指導するだけだと人形使いパペットマスターあるいはスクラムの精神をリマインドして集中、公開、勇気、確約、尊敬のバリューに基づいてチーム員に行動の修正を促すまとめ役オーガナイザーにステップアップするか、大きな期待がかかりますね。スクラムマスターの経験を積んでいくとコーチ的立場に役割が少しずつ変わっていき、チームの自己管理の能力の、自己管理力の向上に伴い、気がついたらまとも役である必要がもはやなくなっているかもしれません。それはとてもいいことです。さらにシニアなスクラムマスターになってくると、他のスクラムマスターやプロダクトはさらにステークホルダーに対してアドバイザー的な立場でサポートする機会が増えてくることでしょう。ベテランになり、エキスパート的な立場になってくると、組織内のさまざまなチームを指導するより大きなサポートを提供するアジャイルコーチとしての役割が期待されるかもしれません。次は、スクラムの5つのイベント、スプリント、スプリントプランニング、デイリースクラム、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブです。実は、スプリントそのものもスクラムのイベントです。スクラムガイドのイベントについての最初の記述です。スプリントは他のすべてのスプリントの、他のすべてのイベントの入れ物です。続けて、スクラムにおけるそれぞれのイベントは、スクラムの作成物の検査と適用をするための公式の機会です。これらのイベントは必要な透明性を実現するために明確に設計されています。規定通りにイベントを運用しなければ、検査と適用の機会が、失われます。スクラムにおけるイベントは規則性を生み、スクラムで定義されていない会議の必要性を最小限に、抑えるために用いられます。すべてのイベントを複雑さを低減するために同じ時間と場所で開催されることが望ましいです。アジャイルはフレキシブルで臨機応変さが売りというイメージですよね。なのになんでスクラムはこんなにルールでがんじがらめなんでしょう。そう、スクラムはものすごく規律を求められます。世の多くのクリエイター、アーティストは偏屈なまでのルーティーンを保って生きてきたケースがたくさんあります。複雑な今までにないものを作るのに集中したいから、日々の行動はシンプルに複雑さを取り除いた生き方をしたい。真意はこんなところでしょう。ルールはあるとしても、それでもスクラムはライトウェイトフレームワークです。スクラムの規律は最後に最高のプロダクトを実現するためのトレードオフと思えば、納得しやすいのではないでしょうか。スクラムイベントの一つ目、スプリント。スプリントはスクラムにおける心臓の鼓動であり、スプリントにおいてアイデアが価値に変わります。スプリントのリズムとスプリントが価値創造活動であるの、価値創造活動の場であることの記述ですね。一貫性を保つため、スプリントは1ヶ月以内の決まった長さとします。前のスプリントが終わり次第、新しいスプリントが始まります。スプリントは最長1ヶ月と決まっていて、3ヶ月のスプリントとかになるともはやスクラムではありません。実践としては1週間から4週間、1ヶ月の間でスクラムチームが協議の上スプリント期間を決めます。経験則では2週間のスプリントを採用するチームが多いですね。
またスプリントの期間は決まった長さです。今回は10日、次は15日、その後1週間ごとに回していこう。これはスクラムではありません。またスプリントお疲れ様でした。では1週間休んでまた適当に集まりましょうというのもスクラムではなしです。スクラムのスプリントは終わったらすぐに次が始まる連続です。スプリントプランニング、デイリースクラム、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブを含むプロダクトゴールを達成するために必要な全ての作業はスプリント内で行われます。スクラムの仕事は全てスプリント内でやりましょうねということです。スプリントではスプリントゴールの達成を危険にさらすような変更はしない、品質を低下させない。スプリントの至上命題はスプリントゴールの、達成ですよ。でも達成すれば何でもいいわけではないので良い仕事をしましょうねということです。プロダクトバックログを必要に応じてリファイメントする。学習が進むにつれてスコープが明確化され、プロダクトオーナーとの再交渉が必要になる場合がある。プロダクトバックログのリファイメントはスプリント中のスクラムチームのタスクに入れて大丈夫です。またリファイメントを通してプロダクト開発の内容や方法に変更や調整も当然出てくるので、プロダクトオーナーさん、開発者からそういう進言が来ることの心構えをしておいてくださいねということです。スプリントによってプロダクトゴールに対する進捗の検査と適用が少なくとも1ヶ月ごとに確実になり、予測可能性が高まります。スプリントの期間が長すぎるとスプリントゴールが役に立たなくなり、複雑さが増しリスクが高まる可能性があります。スプリントの期間を短くすればより多くの学習サイクルを生み出し、コストや労力のリスクを短い時間枠に収めることができます。スプリントは短いプロジェクトと考えることもできます。なぜ短周期のスプリントが良いのかという説明です。進捗の見通しを立てるためにバーンダウン、バーンアップ、累積フローなど様々なプラクティスが存在します。これらの有用性は証明されているが、経験主義の重要性を置き換えるものではありません。複雑な環境下では何が起きるか分かりません。すでに発生したことだけが将来を見据えた意思決定に使用できます。後ほどスクラム実践知識のところでバーンダウンなどのプラクティスに触れます。一方でメソッドの罠にはまるとツールやプロセスに一生懸命になりすぎて肝心の中身がおろそけになることが往々にしてあります。経験主義はその中身への集中のリマインダーです。また憶測、期待値による意思決定ではなくて、データ・エビデンスの重用も経験主義です。最後に、スプリントゴールがもはや役に立たなくなった場合、スプリントは中止されることになるでしょう。プロダクトオーナーだけがスプリントを中止する権限を持ちます。大事なポイントです。スプリントはよっぽどのことがない限り止めてはいけません。そのよっぽどのことというのが、スプリントゴールが意味をなさなくなったとき、さらにそれを判断できるのはプロダクトオーナーだけと、要件はかなり厳しめです。続けてスプリントプランニング。スプリントプランニングはスプリントの起点であり、ここではスプリントで実行する作業の計画を立てます。結果としてできる計画は、スクラムチーム全体の共同作業によって作成されます。プロダクトオーナーは参加者に対して最も重要なプロダクトバックログアイテムと、それらとプロダクトゴールとの関連性について話し合う準備ができているかを確認します。スクラムチームはアドバイスをもらうためにチーム以外の人をスプリントプランニングに招待しても良いです。スプリントプランニングはスクラムチーム全員の参加が必須です。一方で必要に応じて外部の人も入れて良いことになってます。スプリントプランニングは次のトピックに対応します。トピック1、プロダクトオーナーはプロダクトの価値と有用性を今回のスプリントでどのように高めることができるかを提案します。次に、スクラムチーム全体が協力してそのスプリントになぜ価値があるかをステークホルダーに伝えるスプリントゴールを定義します。スプリントゴールはスプリントプランニングの終了までに確定する必要があります。流れとしては、プロダクトオーナーがまず壇上に上がり、開発者に
このスプリントでは私はこれが欲しい、なぜならばと提案します。それを受け取ってスクラムチーム全員でプロダクトオーナーの願いを実現するスプリントゴールをドラフトします。このドラフトのゴールはスプリントプランニングをしている間にいろいろ適用して変化するかもしれませんので、スプリントゴールの確定固定はスプリントプランニングの終わりまでにすれば OK です。トピック2、このスプリントで何ができるのか。開発者はプロダクトオーナーとの話し合いを通じてプロダクトバックログからアイテムを選択し、今回のスプリントに含めます。スクラムチームはこのプロセスの中でプロダクトバックログアイテムのリファイメントをする場合があります。それによってチームとの理解と自信が高まります。次にスプリントゴールを達成するために必要な作業は何か。プロダクトバックログからプロダクトバックログアイテムを選んで引っ張ってきてスプリントバックログに落とし込みます。ここで大事なのがプロダクトバックログがリファイン、整理されていることです。スプリントプランニング中にリファインメントをやってもいいですが、ベストプラクティスはスプリント中に定期的に更新作業をして、スプリントプランニングに入る前にプロダクトバックログがすでに最新の状態でリファインされていることが理想です。スプリント内でどれくらい完了できるかを選択するのは難しいかもしれません。しかしながら開発者が過去の自分たちのパフォーマンス、今回のキャパシティ、および完成の定義の理解を深めていけばスプリントの予測に自信が持てるようになります。後ほどスクラム実践知識でカバーするプロダクトバックログアイテムの見積もり、エスティメーションについての記述です。後で詳しく説明します。トピック3、選択した作業をどのように成し遂げるのか。開発者は選択したプロダクトバックログアイテムごとに完成の定義を満たすインクリメントを作成するために必要な作業を計画します。これは多くの場合プロダクトバックログアイテムを1日以内の小さな作業アイテムに分解することによって行われます。これをどのように行うかは開発者だけの裁量とします。プロダクトオーナーは開発者にこういうものを作ってほしいというリクエストができますが、どうやって作るかは指図せず開発者の裁量に任せなければなりません。プロダクトバックログアイテムを価値のインクリメントに変換する方法は誰も教えてくれません。これはスクラムガイドの日本語訳が原文をうまく翻訳できていないところですね。 No one else tells them how to turn product backlog items into increments of value. Them というのは全文の文脈から開発者のことです。誰も開発者にプロダクトバックログアイテムを価値のあるインクリメントに変える方法を指図してはいけませんの方が正しい訳に近いでしょう。スプリントゴール、スプリント向けに選択したプロダクトバックログアイテムおよびそれらを提供するための計画をまとめてスプリントバックログと呼びます。スプリントバックログにはスプリントゴールも含まれていますので忘れずに。スプリントが1ヶ月の場合、スプリントプランニングのタイムボックスは最大で8時間です。スプリントの期間が短ければ、スプリントプランニングの時間も短くすることが多いです。スクラム実践者コミュニティでは、2週間スプリントではスプリントプランニングは最大4時間、1週間スプリントでは最大2時間というのがコンセンサスです。デイリースクラムについては後ほどスクラム実践知識のところで改めて触れます。ここではスクラムガイド上の定義をさらっと見ていきましょう。デイリースクラムの目的は計画された今後の作業を調整しながらスプリントゴールに対する進捗を検査し、必要に応じてスプリントバックログを適用させることです。デイリースクラムはスクラムチームの開発者のための15分のイベントです。複雑さを低減するためにスプリント期間中は毎日同じ時間同じ場所で、開催します。プロダクトオーナーはスクラムマスターがスプリントバックログのアイテムに積極的に取り組んでいる場合は開発者として参加します。スクラムのルールとして重要なポイントです。デイリースタンドアップは15分以内、毎日定時定型、つまり時間を変えてはいけない。参加者は開発者、つまりプロダクトオーナーはスクラムとスクラムマスターは参加しなくてもよい。ただしプロダクトオーナーとスクラムマスターが開発者であれば参加かというのがルールです。
開発者はデイリースクラムがスプリントゴールの進捗に焦点を当て、これからの1日の作業の実行可能な計画を作成する限り、必要な構造とやり方を選択できます。これは集中を乱し自己管理を促進します。開発者の自己管理が目標なので、プロダクトオーナーやスクラムマスターがあれやこれやと指図してはいけません。デイリースクラムはコミュニケーションを改善し、障害物を特定し、迅速な意思決定を促進します。その結果、他の会議を不要にします。1日1回15分のミーティングで、その他の無駄な会議に割く時間が大幅に減りますよという主張です。開発者が計画を調整できるのはデイリースクラムの時だけではありません。スプリントの残りの作業を適用または再計画することによって、より詳細な議論をするために、開発者は1日を通じて頻繁に話し合います。もちろんデイリースクラム以外でチーム員同士が集まってはいけないということでは全くなくて、1日を通して必要に応じてどんどんコラボをしてくださいねということです。スプリントの最後の日に2つのイベントがあります。その1つ目がスプリントレビューです。スプリントレビューの目的はスプリントの成果を検査し、今後の適用を決めることです。スクラムチームは主要なステークホルダーに作業の結果を提示し、プロダクトゴールに対する進捗について話し合います。スプリントレビューの参加者はスクラムチームと招待されたステークホルダーやその他の関係者です。スプリントレビューにおいて、スクラムチームとステークホルダーはスプリントで何が達成され、自分たちの環境で何が変化したかについてレビューします。この情報に基づいて参加者は次にやるべきことに協力して取り組みます。新たな機会に見合うようにプロダクトバックログを調整することもあります。プロダクトバックログはもちろんステークホルダーに見せて良いものです。むしろ積極的にプロダクトバックログを通じてステークホルダーとコミュニケーションをすると何かと便利です。スプリントレビューはワーキングセッションであり、スクラムチームはスプリントレビューをプレゼンテーションだけに限定しないようにします。ステークホルダーが招かれるので、スプリントレビューは放っておくと、ただのパワーポイントを使った、プレゼンミーティングで終わりがちです。大事なのは対話、フィードバック、共同、一緒に、働くことです。スプリントレビューをぜひワーキングセッションにしましょう。スプリントレビューはスプリントの最後から2番目のイベントであり、スプリントが1ヶ月の場合はタイムボックスは最大4時間です。スプリントの期間が短ければスプリントレビューの時間を短くすることが多いです。スクラム実践者コミュニティでは、2週間スプリントではスプリントレビューは最大2時間、1週間スプリントでは最大1時間がコンセンサスです。スプリントの最後のイベント、スプリントレトロスペクティブです。スプリントレビューがスプリントのホワットを振り返るミーティングだとしたら、スプリントレトロスペクティブはハウの振り返りです。両方ともスクラム実践知識のところで改めて開催しますので、取り急ぎスクラム上の定義です。スプリントレトロスペクティブの目的は、品質と効果を高める方法を計画することです。スクラムチームは個人、総合採用、プロセス、ツール、完成の定義に関して、今回のスプリントがどのように進んだかを検査する。多くの場合は、検査する要素は作業領域によって異なる。スクラムチームを迷わせた仮説があれば特定し、その真因を探求する。スクラムチームはスプリント中に何がうまくいったか、どのような問題が発生したか、そしてそれらの問題がどのように解決されたか、または解決されなかったかについて話し合う。スクラムチームは自分たちの効果を改善するために最も役立つ変更を特定する。最も影響の大きな改善はできるだけ早く対処する。次のスプリントのスプリントバックログに追加することもできる。スプリントレトロスペクティブをもってスプリントは終了する。スプリントが1ヶ月の場合、スプリントレトロスペクティブは最大3時間である。スプリントの期間が短ければスプリントレトロスペクティブの期間も短くすることが多い。2週間スプリントではスプリントレトは最大90分。1時間半、
1週間スプリントでは1時間以内に抑えましょう。さて、スクラムの作成物とその確約、コミットメントについてです。少し難しいコンセプトなので解説します。スクラムチームが何を作るかというと、当然プロダクトですが、複雑な問題を解決する属性のプロダクト開発なので、ウォーターフォール開発や工作のように部品と工程がはっきり見えるような作り方はできません。一方で、透明性はスクラムの柱なので、プロダクト開発の過程をそれでも可視化したいわけですね。そこで、スクラムでは作成物というコンセプトを導入し、プロダクトバックログ、スプリントバックログ、インクリメントという流れのイメージでアウトプットを出していく、見せていく仕組みを作りました。もちろん、ただ何でもアウトプットすればいいものではありませんよね。価値あるものをアウトプットしてこそ、つまりアウトカム、結果、成果が、伴ったものを出していくことが大事です。アウトプットからアウトカムへ、規律を持って品質を保った作成物を出せるように、プロダクトバックログにはプロダクトゴールを、スプリントバックログにはスプリントゴールを、インクリメントには完成の定義を、Definition of Done をという可視化された確約、コミットメント、条件みたいなものですね。これを作成物と対にして、ペアにして導入していきます。詳しく見ていきましょう。では、スクラムの作成物の一番大きいものから、プロダクトバックログです。プロダクトバックログは、創発的かつ順番に並べられたプロダクトの改善に必要なものの一覧です。創発的、Emergent というのは、複雑な属性のプロダクト開発である以上、最初から何でも情報が揃っているわけではない。したがって、開発が進むにつれて、どんどん新しい情報が出てくることをあらかじめ覚悟しておいてくださいねと。そういう趣旨です。順番にというのは ordered の訳ですが、整理、優先順位付けされたという意味もあります。これはスクラムチームが行う作業の唯一の情報源です。さらっと書かれていますが、スクラムガイド的にはここはかなり大事な部分です。プロダクトバックログはマスターリストですよと、すべての情報をプロダクトバックログに集めてくださいねという、そういうルールです。次は、プロダクトバックログリファインメントについての記述です。1スプリント内でスクラムチームが完成できるプロダクトバックログアイテムは、スプリントプランニングの時には選択の準備ができています。プロダクトバックログアップデートをスプリントプランニングの前に終わらせておきましょう。スクラムチームは通常、リファインメントの活動を通じて選択に必要な透明性を獲得します。プロダクトバックログアイテムがより小さく詳細になるように分割及び定義をする活動です。これは説明、並び順、サイズなどの詳細を追加するための継続的な活動です。通常、継続的と、くどいほどに普段からプロダクトバックログのアップデートとリファインメントをするように習慣を作ってほしい旨主張しています。多くの場合、属性は作業領域によって異なります。プロダクトオーナーはプロダクトバックログのアップデート、リファインメントを一人で抱え込む必要はありません。むしろ専門的なことが多く出てくることでしょうから、せっかくクロスファンクショナルになっているスクラムチームインを積極的に巻き込みましょう。作業を行う開発者は、その作業規模の評価に責任を持ちます。開発者がトレードオフを理解して選択できるように、プロダクトオーナーが開発者を支援することもできます。ここで言う評価は、スクラムガイドの原文では、サイジングという文言です。これは直訳すると大きさ判断で、後ほどスクラム実践知識のプロダクトバックログアイテムの見積もり、エスティメーションのところで詳しく説明します。ここでは、エスティメーションは開発者の責任であることを明記しています。ただし、開発者がトレードオフを理解して選択できるように、プロダクトオーナーが開発者を支援することもできます。プロダクトオーナーさん、手伝ってあげてくださいねと言っています。さて、確約コミットメントです。プロダクトバックログと対をなすコミットメントはプロダクトゴールです。プロダクトゴールはプロダクトの将来の状態を表しています。目的、目標、ビジョン、最終到達点ですね。それがスクラムチームの計画のターゲットになります。プロダクトゴールはプロダクトバックログに含まれます。
プロダクトゴールはプロダクトバックログと一体化されていて、プロダクトバックログの残りの部分はプロダクトゴールを達成する何か、what を定義するものです。プロダクトゴールとプロダクトバックログアイテムと完全な連続性を保っています。プロダクトとは価値を提供する手段です。プロダクトは明確な境界、基地のステークホルダー、明確に定義されたユーザーや顧客を持っています。プロダクトはサービスや物理的な製品である場合もあれば、より抽象的なものの場合もあります。ここ、ものすごく重要です。スクラムはソフトウェアプログラム、ハードウェア商品の開発にとどまらず、サービス商品、あるいは商品としては単体で売り出す予定のない、例えば社内サービス、業務フロー、リサーチといった抽象的なものに何でも使えます。価値を提供する手段があり、明確な境界、基地のステークホルダー、明確に定義されたユーザーや顧客を持っていれば、何でもプロダクトと呼んでください。プロダクトゴールはスクラムチームの長期的な目標です。次の目標に移る前に、スクラムチームは一つの目標は達成または放棄しなければなりません。プロダクトゴールは1回決めたら変えてはいけません。固定です。もし変えたかったら、勇気を持ってそのプロダクトゴールを一旦放棄して、スプリントを中止して、再度新たなプロダクトゴールを設定するところからスクラムをやり直してください。プロダクトバックログと入れ子構造になっているのがスプリントバックログです。スプリントバックログはスプリントゴール、なぜ、スプリント向けに選択されたいくつかのプロダクトバックログアイテム、何を、およびインクリメントを届けるための実行可能な計画、どのようにで構成されます。スプリントバックログは開発者による開発者のための計画です。プロダクトバックログのオーナーはプロダクトオーナーですが、スプリントバックログのオーナーは開発者全員です。スプリントバックログにはスプリントゴールを達成するために開発者がスプリントで行う作業がリアルタイムに反映されます。その結果、より多くのことを学ぶにつれてスプリントの期間を通して更新されます。スプリントバックログの更新責任も開発者にあり、またリアルタイム性が大事です。つまり、スプリント中に毎日どんどん更新される属性のものです。スプリントバックログはデイリースクラムで進捗を検査できる程度の詳細さが必要です。デイリースクラムがデイリースタンダードとも呼ばれるのは、インオフィス、リモートでないチームでは、看板ボードの前にみんなが集まって立ったままやるのが一般的なところから来ています。スプリントバックログとデイリースクラムは切っても切り離せない関係にあります。スプリントゴールはスプリントバックログの確約コミットメントです。スプリントゴールはスプリントの唯一の目的です。乱暴な言い方をすれば、スプリントゴールを達成さえできれば、開発者は何をやってもいいということです。スプリントゴールは開発者が確約するものですが、スプリントゴールを達成するために必要となる作業に対しては柔軟性をもたらします。スプリントゴールはまた一貫性と集中を生み出し、スクラムチームに一致団結した作業を促すものです。スプリントゴールはスプリントプランニングで作成され、スプリントバックログに追加されます。開発者がスプリントで作業するときには、スプリントゴールを念頭に置きます。作業が予想と異なることが判明した場合は、スプリントゴールに影響を与えることがないように、プロダクトオーナーと交渉して、スプリントバックログのスコープを調整します。この最後の一文が大事です。スプリントゴールはスプリントプランニングが終わった時点でスプリントが終わるまで固定です。予定通り作業が進んでいなくてもゴールポストを動かしてはいけません。例えば、商品の新しい操作パネルを作るというのがスプリントゴールだったとします。当社はいろいろと調整できる機能を、操作パネルのデザインの中に、入れていましたが、作業が予定外に難航したとしましょう。そこで調整項目を減らして、少なくともオンオフボタンと、あと1つ2つの必要最低限必須項目だけの操作パネルにスコープを落としていいか、プロダクトオーナーと交渉します。プロダクトオーナーとしては、当初想定の6割のスコープには、なったけれど、最低限使える操作パネルはできるので、OK としましょうと、OK を出します。
こうやってスプリントゴールは変えずにスコープを変えて対応します。作成物の最後はインクリメントです。直訳では差分に相当します。普段使わないコンセプトなので少し慣れが必要でしょう。インクリメントはプロダクトゴールに向けた具体的な踏み石、ステッピングストーンです。インクリメントはこれまでの全てのインクリメントに追加します。プロダクトゴールを分解して実行可能な計画にしたのがプロダクトバックログです。その分解した要素、構成要素がプロダクトバックログアイテムで、それをスプリントバックログにプル引っ張ってきてスプリントでの作業に備えます。そしてスプリントでプロダクトバックログアイテムを作業して完了してできた結果がインクリメントです。このインクリメントの積み重ねがプロダクトをゴールに向けて作ります。また全てのインクリメントが連携して機能することを保証するために徹底的に検証する必要があります。価値を提供するにはインクリメントを利用可能にしなければなりません。価値のないものを作っても意味がありません。インクリメントは完成の定義 Definition of Done を満たして初めて利用可能と宣言してリリースして良いものです。スプリントでは複数のインクリメントを作成可能です。当たり前のことですが、開発者は複数のプロダクトバックログアイテムを同時並行的に、あるいは全時スプリントで作業して大丈夫です。インクリメントをまとめたものをスプリントレビューで提示します。それによって経験主義がサポートされます。ステークホルダーとの検証適用プロセスですね。ただし、スプリント終了前にインクリメントをステークホルダーにデリバリーする可能性もあります。スプリントレビューのことを価値をリリースするための関門とみなすべきではありません。これはまた大事なポイントです。Continuous Delivery、継続的デリバリーのコンセプトです。従来のプロジェクトマネジメント手法のゲートウェイ審査体制は、プロダクト開発の機動性を大幅に低下させます。またクオリティコントロール手法としても実はあまり効果的でないケースも多いことが経験主義から分かっています。そこで代わりに見られるようになったプラクティスが Continuous Delivery、 継続的デリバリーなわけです。スクラムではこの継続的デリバリーを全面的にサポートします。完成の定義の規律とリアルタイムでのステークホルダーとのフィードバックループを作ることで品質は十分に管理できるという経験主義の自信です。スクラム理論の最後にスクラムのルールについて触れましょう。2020年版のスクラムガイドではスクラムのルールについての具体的な記述がなくなりました。しかしスクラムがルールベースであることには変わりません。少し深掘りをしてみましょう。2017年版のスクラムガイドでは、スクラムフレームワークはスクラムチームとその役割、イベント、作成物、ルールで構成されています。それぞれに目的があり、スクラムの成功や利用に欠かせませんと。スクラムのルールがフレームワークの一部であることをはっきり述べています。スクラムのルールは役割、イベント、作成物をまとめ、それらの関係性や相互作用を統括するものです。スクラムのルールについては、スクラムガイド全体で説明しますと。とルールを定義しています。一方でスクラムガイド2020年版ではスクラムガイドの本文の中にルールの表記がなくなりました。これはスクラムがルールベースではなくなったということでしょうか。いや、全くそういうことではなく、まず2020年版でもスクラムガイドのタイトルはスクラム公式ガイド、ゲームのルールです。また2020年版のエンドノートには次の記述があります。ここで概要を述べたようにスクラムフレームワークは不変、変更不可能です。この括弧の中、不変というと未来永劫変わらないというイメージがあって、実際スクラムガイドは数年に一度更新されるので、この訳は原文の真意から外れているような気がしました。ここはスクラムのルールは勝手に変えちゃダメですよというのが意図なので、翻訳は変更不可能とした方が正しいと思いましたので、変えました。スクラムの一部だけを導入することも可能ですが、それはスクラムとは言えません。すべてを備えたものがスクラムであり、その他の技法、方法論、プラクティスの入れ物として機能するものです。
つまりスクラムをやるならばルール通りにスクラムをやってくださいねと言っています。ルールから外れてやるのも自由ですが、この場合はスクラムとはもう呼ばないでくださいねとも言っています。最後に2017年版のスクラムフレームワークを使用する具体的な方法には様々なものがあり、それらについてはスクラムガイドでは触れませんという表記と、2020年版のスクラムがその他の技法、方法論、プラクティスの入れ物として機能するものですというくだりの部分ですが、これは最初の方のスクラムの定義で出てきたスクラムフレームワークは意図的に不完全なものであり、スクラムの理論を実現するために必要な部分のみが定義されていますという記述の繰り返しです。スクラムの実践ではスクラム and スクラムとともにというコンセプトがあり、これはスクラムとともに例えばリーンやデザイン思考などスクラム以外のさまざまなプロセスやツールと組み合わせて使うことを積極的に推奨するコンセプトです。コアの部分はスクラムのルールを完全に守ってやってくださいねと。でもそれ以外の部分は他の良いやり方をどんどんスクラムと組み合わせて使っていいですよと、これがスクラムのルールの意図です。これでスクラム理論は終了です。大変でした。よく頑張ってくれました。では次にスクラムの実践アドバイスを差し上げます。いよいよスクラムを始めるにあたりイメージしておきたいことや、スクラムガイデン必ずしも定義されていない、必須とされていないけれどスクラムの実務で知っておきたいツールやコンセプトを紹介します。まずスプリントのリズムを意識しましょう。プロダクトバックログからスタートしてスプリントプランニングをして毎日のチームワークを始めます。スプリント期間中は毎日定時定型のデイリースクラムを行います。スプリント最終日にはスプリントレビューを開催して、最後にスプリントレトロスペクトで締めくくりです。一スプリントが終わったらもうすぐに次のスプリントに入る、こういったリズムです。心臓の鼓動、脈拍と一緒でスプリントは止まりません。スプリントが止まるのはプロダクト開発が終わった時か、プロダクトオーナーが放棄を宣言した時、だけです。典型的な2週間スプリントに落とし込んだスケジュールの例です。まずスプリント初日の月曜日はスプリントプランニングです。条件は2つ。 1. プロダクトバックログはリファインされた状態で始めましょう。 2. 2週間スプリントの場合はスプリントプランニングは最大4時間以内に収めましょう。スプリントプランニングでプロダクトバックログのアップデートを作業すると時間の無駄です。プロダクトバックログは常日頃からフレッシュにアップデートしておきましょう。その責任をプロダクトオーナーにありますが、当然他のスクラムチーム員にも手伝ってもらいましょう。スプリントプランニングが終わったらスクラムチームは毎日の開発作業に入ります。2週間スプリントだとしたらスプリントプランニングは最大4時間ですので、当然、就業時間までまだ時間があるはずです。初日の月曜日から開発作業にもう入ってしまってください。スプリント期間中は開発者は全員毎日決まった時間にデイリースクラムで集まります。逆に言えばスプリント中に開発者全員が必須で集まらないといけない毎日のイベントはこのデイリースクラムだけです。それ以外のミーティングは必要に応じてチーム員同士で決めて自由に集まってください。スプリント最終日にステークホルダーなどを招待してスプリントレビューを開催します。2週間スプリントの場合はスプリントレビューは最大2時間以内に収めましょう。そして最後のイベントはスプリントレトロスピクティブです。参加者はスクラムチーム員のみで、2週間スプリントの場合レトロは90分以内にとどめましょう。こちらのビジュアル2つはスクラムガイドには載っていないけれどプロダクトバックログのリファインメントでよく使われる実務ツールコンセプトの例です。プロダクトバックログにプロダクトのデザインと開発ステップをエピック、ストーリー、タスクと大中小に階層化して分解整理表現するテクニックをチャンキングと言います。このプロダクトを大まかにこういう属性を持っていますというエピックレベルの大きな塊、英語で言うチャンクから始まって、このエピックは主にこういうストーリーで構成されと次の大きさの塊に分け、最後にそのうちのこちらのストーリーを作るにはこういう一連のタスクをやりますというふうにさらに小さな塊に分けて整理表現します。チャンキングのメリットは強力です。複雑なプロダクト開発が管理しやすくなる。デザインや作業の優先順位付けがやりやすくなる。この後で説明するエスティメーション作業の見積もりに有効。チームのコラボレーションと、コミュニケーションを促進する。進捗と成果を可視化できる。
デザインと作業の細かな適応と調整を図れる、とうとうやらない理由が見つかりません。さらに開発者のモチベーションにも貢献することを最後に付け加えます。大きなことに取り組むときは小さなことから始めようと、誰しもアドバイスを受けたことがありますよね。小さな達成感から始めて、それを積み重ねていくと努力が続きやすい経験を皆さん持っていると思います。チャンキングとは要するにそういうことです。2つ目のビジュアルは、バックログアイテムはユーザーストーリーとして表現するテクニックです。プロダクトの機能でも、プロダクトを作る工程でも、誰が何を何でやるのか、 Who, What, Why を明確にして表現します。ユーザーとして、私はこのプロダクトにこういう機能が欲しい、なぜならば、こう表現すると、このプロダクトファンクションを開発する開発者は何を誰のために何で作るのかイメージしやすくて、その機能を開発できた暁にはプロダクトマーケットフィット、顧客のニーズを満たす良いものができる可能性が高まりますね。ユーザーストーリーは価値の低いもの、無駄なものを作らないというリーンとアジャイルのスピードを実現するとても有効な手段です。次はプロダクトバックログアイテムの見積もり、エスティメーションの実務です。一般的なプロダクト開発の失敗要因の代表的なものとして、チームのキャパオーバーによる機能不全がよく挙げられます。スクラムではスプリントのタイムボックスを利用してチームのキャパシティコントロールをします。スプリントプランニングで、スプリントの限られた時間の中で達成できるスプリントゴールを、そしてできると見込められる量の仕事だけを計画するのはそのためです。ところが、仕事量の見積もりというのは皆さんも経験たくさんあると思いますが、本当に難しいものです。プロダクトバックログアイテムの作業規模の見積もりの精度、つまり最初の見積もりと実際の作業量を計測して作業が終わった時にその差が小さいこと、この精度ですね、これを上げていくと、スプリントプランニングの質が上がり、スプリントゴールがより達成しやすくなります。スクラムマスターがプロダクトオーナーと開発者にエスティメーション方法のコーチングに勤しむのは納得ですね。この作業は MH 何日、MH 何時間というふうに、マンアワー、つまり作業を開発者が一人で行ったと仮定した場合の作業時間を表す単位で予測するのが、従来型の工数に基づくプロジェクトマネジメント手法です。ところが、人事工数でのマネジメントはリニアのコンセプトで、複雑な属性のプロダクト開発においては実態とそぐいません。そこで知恵として生まれたのが、作業の難易度、複雑さ、や作業量、大きさを相対的に比較するストーリーポイントを利用したエスティメーション見積もり方法です。このタスクは経験あるのでちゃちゃっとできそうなので1点、このタスクはちょっと複雑だから3点、一方でこのストーリーは2人がかりでやり方を少し調べないといけない要素もあるから8点とか、このように時間ではなくて点数で表すと、それぞれの作業相手の複雑さや大きさを比較しやすくなります。さらにスプリントに慣れてくると、チームで1スプリントあたり総計何ストーリーポイント作業できるかパターンが見えてきます。この合計ストーリーポイント数がチームのキャパシティで、当然これをスプリントプランニングで使います。なお、ストーリーポイントで1,2,3,5,8,13といったフィボナッチ数列を使うのは、エスティメーションを相対的な大きさではっきりと違いが見えるようにする知恵です。例えばこれは7か8か9かとエスティメートしても、違いが微妙すぎて分かりませんよね。これは5か8か13かとエスティメーションすると、はっきりと違いが見えてくるようになります。 T シャツサイズを使うのもエスティメーションの実務の知恵です。たくさんあるバックログアイテムを一つ一つ点数をつけていくのは、最初は相対感に悩んで意外に時間がかかるものです。そこでまずはざっくりと、スモール、ミディアム、ラージ、エクストララージと、大枠の区切りでアイテムを振り分けて、その後それぞれの T シャツサイズの中でさらに相対的にストーリーポイントを割り振るという手順を踏みます。バーンダウンチャートはスプリントでのチームの進捗をストーリーポイントを利用して可視化するツールです。スプリント初日にチームで合計100点のストーリーポイントでスタートし、
20日のスプリント終了日にゼロとなるのが目的だとしましょう。そうするとチームとしては1日あたり平均5点分のストーリーポイントの消化ペースで作業すればスプリントゴールに達成できるという算段になります。ストーリーポイントの消化はバックログアイテムの完成の定義に基づくことは言わずもがなですね。スプリントが始まって当初は1日あたり5点かそれ以上のペースで作業ができていたが、数日したらペースが落ちてきて4点とか3点の日が出てきたとしましょう。これはスクラムチーム、特にスクラムマスターにとっては有用な情報です。ペースが落ちているのは何か障害が発していることのエビデンスでしょう。チームの進捗を妨げる障害を取り除くようにファシリテートするのはスクラムマスターの大事な仕事ですので、バーンダウンチャートは大変助かるツールです。もう一つ、ベロシティ速度というコンセプトがあります。このスプリント10では100点分の作業が予定されていたが、チームの生産性は高くキャパシティがあったので、スプリント、ゴールよりがより充実して実現できるプロダクトバックログアイテムをスプリントバックログに引っ張ってきて追加で作業して、結果105点分の作業を完了しましたと。そこでスプリント11のスプリントプランニングではチームは105点分の作業を計画することにしました。このケースではベロシティが100から105に上がりました。スプリント期間は同じなので、チームの生産性が上がったこと、そして上がる具合がはっきりと指数化されて可視化されています。ベロシティはこのようにチームの生産性、成長を測る尺度として大変有効です。これもストーリーポイントを使うメリットの一つですね。大事な大事な基本ツールですので、看板ボードについてまた触れたいと思います。アジャイル101、アジャイル基礎講座で1回解説していますが、看板ボードはスクラムのプロダクトバックログとスプリントバックログのベースのツールで実践に必須です。スクラム理論に詳しくなって今の時点で新たな視点から、復習してみましょう。まず、基本の看板から。To do、WIP、Done の3部構成で、これからやりますよという作業のカードを To do の欄に並べ、取り掛かり始めた作業は WIP、Work in Progress の絡みに引っ張って今やっていますよと見える化します。Lean用語では、WIP は仕掛かり中とか仕掛かり品と呼びます。作業が終わったものは、Done、完成コーナーに移動させます。この一番の基本の3カラム構造の看板ボードの導入だけでも チームの生産性を飛躍的に向上します。ここからはさらにいろいろ改良を加えていくことが可能です。最たるものとしてはバックログ欄の導入です。思いついたベースのものをその都度 To Do カラムに入れるのではなく、その開発に必要な作業をあらかじめ考えうる限り洗い出してバックログにアウトプットし、プライオリティ付けして上位に来たものから To Do に引っ張っていく、そういう改良です。スクラムではこの右端のバックログがプロダクトバックログ、トゥードゥカラムがスプリントバックログに相当します。私が今まで見てきたいろいろなチームの看板ボードの改良例をいくつかご紹介します。まず、プロダクトバックログとトゥードゥカラムを見てみてください。看板カードがグループ化されています。カードがずらっと一連に並んでいると、パッと見どれも同じに見えますよね。そこでエピック、ストーリー、タスクでグループ化して把握しやすくなっています。WIP カラムは作業員ボード化されています。誰が何をやっているか、誰と一緒にやっているかの単位で、現在進行している作業を見やすくしています。こうすると、誰かに仕事が集中していると、それがよく見え、チームとして対処しやすくなります。スクラムマスターも大助かりですよね。新たにテスティングという検証ボードが挿入されています。完成の定義は作業工程が終了しましたというような単純なものばかりではありません。作成したプロダクト機能が動くだけでなく、価値があるものかユーザーテストしてみないといけないかもしれません。また、作業した人とは別のチーム員が完成の定義テストをして透明性を、さらに向上させたい、かもしれません。テスティングカラムを、作るのはこういったメリットがあります。下の方にトリアージュ、待機、キャンセルの3つのボックスがあります。
これは急ぎ仕事横やりリクエストを習慣的に持ってくるステークホルダー対策です。トリアージというのは病院の救急センターや被災地で傷病人がたくさん発生した時、手当の緊急度に従って優先順をつけるシステムです。上役のリクエストだから無限に断れないとついつい仕事を受け付けがちですが、スクラム的には透明性、集中、コミットメントなどの観点から問題ですよね。一方で時にはその予定外のリクエストもスプリントゴールの達成のために有用な提案かもしれません。そこで考えられたのがこのプロセスです。予定外のリクエストが入ってきたら、プロダクトオーナーと開発者はトリアージュしてやるべきか否かを協議します。やろうということになったら、その時点でのスクラムチームの残りのキャパシティをチェックして、トゥードゥに追加する余裕があるかチェックします。大抵の場合はキャパシティが満杯なので、そのままでは追加できないでしょう。何かを犠牲にしなければいけません。このトゥードゥアイテムは諦めてやらないことにしようということであれば、それをキャンセルの箱に移してキャパシティを作ります。このトゥードゥアイテムは一旦トゥードゥから外すが、予定外のリクエストができ次第、もしチームのキャパシティにまだ余裕があるようだったら、後でトゥードゥに戻そう、さもなくばスプリント終了時にプロダクトバックログに戻そうということであれば、待機の箱に置きます。現在のトゥードゥリストは変えないけれど、後で余裕があったら予定外のリクエストもやれるかもしれませんという時も、この待機ボックスは有効です。スクラムガイドではプロダクトバックログ、スプリントバックログのフォーマットについては一切記述がありません。チーム員として一番有効なやり方で自由にクリエイティブに作ってください。とはいえ、初めてプロダクトバックログを作るときに何らかのガイドがあった方が助かると思いますので指南します。まずボードにチーム名、プロダクト名、そしてプロダクトボードを書き出しましょう。次にやりたいことを全部書き出しましょう。現時点で考えうる限りのことだけで OK です。完全である必要はありません。小さいことから大きいことまで後で並び直しますので、優先度などは気にしなくて大丈夫です。さて、ここでチャンキングです。エピック、ストーリー、タスクと書き出したプロダクトバックログアイテムを、ロシアのマトリョーシカ人形のように入れ子構造でグルーピングしましょう。完成の定義、デフィニッションオフダウンを書き込みましょう。タスクレベルだけでなく、ストーリー、エピックレベルで完成の定義があるととても良いです。そしてストーリーポイントで全プロダクトバックログアイテムをエスティメーションして、最後に開発ステップの優先順位付けをして、プロダクトバックログは完成です。プロダクトバックログが完成したら、スプリントプランニングでスプリントバックログにつなげます。先ほどのプロダクトバックログを左端に丸々持ってきます。プロダクトゴールの記載も忘れずに。次にスプリントゴールを設定しましょう。スプリントゴールの達成に必要なプロダクトバックログアイテムをプロダクトバックログから選んで、トゥードゥカラムのスプリントバックログに引っ張ってきます。選択したプロダクトバックログアイテムがエピックやストーリーレベルの大きいチャンク、塊の場合は、スプリントバックログに引っ張ってくる時点でタスクレベルに分解して大丈夫です。タスクの内容を記述する際は、完成の定義、デフィニッションの段も、お忘れなく。ストーリーポイントに基づくキャパシティコントロールをして、トゥードゥカラムがいっぱいになったら、それ以上プロダクトバックログアイテムをスプリントバックログに追加してはいけません。いっぱいになったこのスプリントバックログでスプリントゴールは達成することはできますか？検査の結果できなさそうだったら、適用してバックログアイテムの選択を変えるか、スプリントゴールを再考して調整しましょう。これでスプリント準備 OK です。ではスプリント開始です。スプリントプランニングの実践知識をカバーしましたので、スクラムイベント5つのうちの残り3つ、デイリースクラム、スプリントレビュー、スプリントレビューレトロをおさらいして本講座は完了です。デイリースクラム、毎日同じ時間同じ場所15分以内です。デイリースタンドアップに柔軟性を持たせてもいいですが、その時点でもスクラムとは呼ばないようにしましょう。デイリースクラムの推奨パターン、ほうれん草3点共有です。
昨日やった仕事の報告、本日やる予定の仕事の連絡、そして障害問題点、要支援事項などが上がってきたら相談リクエストをしましょう。念押しです。スクラムマスター、プロダクトオーナーはマネージャー、上司、ボスではありません。デイリースクラムはスクラムマスターやプロダクトオーナーへの報告会ではありません。スクラムマスターやプロダクトオーナーに向かって話すのではなく、チーム員同士に向かって話しましょう。必要に応じてスクラムマスターがファシリテート可能ですが、必ずしも毎日取り仕切る必要はありません。参加必須者は開発者だけです。つまりスクラムマスターやプロダクトオーナーが開発者の一員でない場合は、スクラムマスターとプロダクトオーナーは必ずしもデイリースクラムに出席する必要はありません。むしろチームが慣れてきたら、ぜひ自己管理の原則に任せて開発者だけのデイリースクラムを奨励ください。デイリースタンドアップの目的はチームワークのシンクロです。ただの朝礼や日時報告会で終わらせないようにしましょう。15分の短い時間にギュッと凝縮したチームワークに貢献する価値ある情報共有を図りましょう。デイリースクラムはスクラムチームによるスクラムチームのための毎日のシンクロミーティングです。あくまでチームワークのためにあるミーティングです。スプリントレビュー。スプリントレビューはスプリントの最後に開催する開発成果、発表、報告、検証ミーティングです。スクラムチームが主催し、顧客、ステークホルダー、その他パートナー等を招待して開催します。スクラムチームのみの内輪のスプリントレビューは本来の目標から外れています。プロダクトオーナーがスプリントレビューをファシリテートします。開発者はスプリントで開発した項目のうち、完成の定義、 Definition of Done を満たしたものを参加者に発表、デモンストレーションします。完成の定義を満たしていない開発項目、WIP 項目、非かかり品ですね、これの発表は避けます。参加者に作りかけのものを検証してもらっても意味がないためです。大事なのは参加者からフィードバックをもらうことです。フィードバックに基づき、次のスプリントを現状を想定している計画のまま進めるか、修正を入れるか、あるいは開発を中止するか、大事な判断が次に待っています。スプリントレビューは検証の場です。スプリントレビューが What、 何を開発したかを共有、振り返りするミーティングだとしたら、スプリントレトロスペクティブは How、 どうやって開発したか、つまりチームワークの振り返りをするミーティングです。スクラムチームのみが参加します。外部オブザーは参加不可です。スクラムマスターがファシリテートします。チームワーク、開発手法、アプローチがうまくいっていて、もっとやるべき点、うまくいっていなくてやめるべき点、新しく試してみたいこと、こういったものを議論するやり方が一例です。レトロはその他いろいろなやり方がありますので、自由に試してみてください。レトロの最後までに必ず一つ、チームとして改善をコミットするアクションを決めてください。このアクションは次のスプリントプランニングでスプリントバックログに入れて確実に取り組めるようにします。もちろん、このチームワーク向上アイテムにも完成の定義の設定と次のスプリントレビューでの、検証も忘れないようにしましょう。よく頑張ってくれました。以上をもちまして、Scrum A to Z、スクラム導入講座を終了します。スクラム理論とスクラムを始めるにあたって最低限必要な実践知識を学んでいただきました。ここからはやってみるのみ。早速スクラムを試してみてください。応援しています。